はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターハーム2プレイしていきます。さあやっていきましょう。第5回目かな。まず能力はこうなりました。今回の育成は前回終了後もうすぐにですね、砂漠の方に修行に出して、はい、新技の方を覚えさせました。その後のトレーニングは重り引きと射的をですね中心にやっていきました。そしてちょっと変動床とプールもやったかな。はい、そんな感じで育てていって今回となっています。もうピークも迎えていて3歳になっていますね。この後ねまたバナナ育成やっていきたいんですけど、はい。で今回覚えた新技がこれですね。大車輪、力タイプの大ダメージ技で、消費ガッツ29でダメージ A、 命中 E でガッツダウン D でクリティカル E と、この大車輪というのはデュラハも同名の技があってですね、で絵も似ているんで同じような感じなのかな。はい、ということでね、今回は A ランクで試していきたいなと思います。当然ねもうピークに入っているのでこのデータはセーブしないんですけど、まあバンバン大車輪使っていけるかな。結構ね相手との実力もそんなに勝っているわけではないと思うので、何を使っていくんだろう。生贄とかかな。キティからいきましょう。さあキティと、この能力差、キティの方が若干高いか。そうでもないかな。お、フレーム 62% しかない。それは結構ありがたい。大車輪何パーセントある。35しかない。35しかない。デスドミノも出していけねえかな。ショットガンがいいか。ショットガンは何パーセント。あ、ショットガンでいいんじゃないか。よし。あー威力出ないなあんまり。じゃあ1回ぐらい打っていいか。うわー、よしじゃあ打っていくか。99で大車輪。あーそっちか。うわー結構強い。そっちだったか。下の方から行ったか。いやデュラハンのね大車輪はジャンプして打つんですけど、こいつの場合は本当に地を張っていきましたね。なるほど、そっちバージョンの大車輪。さあ結構出たな。まあもちろんねガッツも99だったんですけど、思ったより威力ある。さあ次がラムツイート。明らか能力負けてるな強いこいつは本当に。 32% か。デスドミノの方が強いんじゃないかな。何パーセントある。43もあるぞデスドミノでいくか。ちょっと隠しておいて90ぐらいで打てるところでは打ちたいんですけど、ちょっと苦しいな。よし、ちょっとローリンローリン当たるよな、さすがに。うわガッツダウンも結構きついな。デスドミノガッチャ当たるなガッツダウンがあるんだよな。さあ打っていこう。一発当たれば結構流れは変わると思うんだけど。よし、おおさすが。ここら辺はさすが。ちょっといけにえも打ちたい。いやでも今回大車輪覚えてるからまずいぞ、まずい打っていかないと。よし、あー打ってなかったか。まあラムスイート相手だとちょっと苦しいですね。はい、さてさて次も強いな。アーキノンか。ゴートレックいないんだなゴートレック相手だったら結構打っていけると思うんですけど、いないからな。アーキロンも結構回避あるんで苦しいと思うなさあアーキロン、まあさっきよりはマシですね明らか。ただ丈夫さが高い。賢沢さんの方がいいっぽいな。うわーハサミ、ちょっと待てよ、これ何パーセント。あー30か。30打ちづらいな、ハサミあ44ある。じゃあ打っていくか。あーまずいな、これまずい、これまずいぞ
うわ、そんな変の、そんな変のこれ、マジか、やばいかも。デスドミノ、やっぱデスドミノだよなこれ。よし、2発撃って1発当たるイメージ。よし、で生贄も撃ってくっそ、いや、なんだなんだ、あれ、あんなことあんのか、まずい、混乱してる混乱してる。もう一丁、まずい、大車輪じゃダメだ、ちょっとは、え、マジ、くそくそ、いやー負けたか、ちょっと運も悪かったな。うん、仕方ない、これは本当に仕方ない。あとの相手に全勝すれば OK と。次がカタリーナ、こいつは大車輪当たるんじゃないかな。やっぱり今の感じだとちょっと打ちづらいですね。生贄で結構あれだな、自爆ダメージ食らったのが、うん、誤算だった。あれ外れると自爆あるんだな。こいつはいい感じ。うえ、マジで、マジでマジで、これヒルダンス、いや、やばいぞやばいぞ。よし、あ、当たったんじゃない、やった賭けに勝った。あ、でもきつい、でもきつい、これベロビンタ、うん、最後だな。よし、テレパシー打っていっか。これがこれに足引っ張られてんな。最高、最高は大丈夫。サネ結構これも強い。よし、あとは、あとはこれで。さすがにね、ヒールダンス当たって負けるっていうことは許されないこれで、よし、いや、最初の熱視線でビビったな、あれ強い。クリティカルもあったのかな。さあ、あとは芝、4連勝いけるかな。アーキロンもまあ再戦あることはあるか。どうだろう、ラムスイートと、あー、ないかな。それでは芝、このパワーですよね。さっきのカタリーナにあれだけダメージ入ったんで、カタリーナの熱戦でちょっと気になるな。ウィングブレスはまあいいと思う、当たるんですけど、うわー、やっぱりちょっとまずいな。ファイアブレス、ウィングブレスだったら、まあまあまあ、空中コンボまずくないか。どうしよう、何言っていこう、やっぱりこれかな。やばいやばいやばい、マジで強い。よし、いや、打ちたいな、打ちたいんだけど、打つか、ここまで来たら打つか一発だけ頼むこれこれほんと足引っ張ってる。よし、いや、大車輪がちょっとはまりませんね今回。せっかくの新技来ないな。さてさて、次カプランか。まあカプランは大丈夫だろう、確実にね、当てていけば勝てる相手なんで。よし、カプラン行きましょう。まあ大丈夫でしょう、ショットガンでね攻めていけば負けることはないと思う。大車輪やっぱ 28% か、あんまり使い勝手のいい技ではないのかもな。ビタビタビンタビタビタビンタ、これはバランス技かな。うわー、ガッツダウンがちょっと嫌だな。ボンバヘッド、おー、これは何だろうちょっとな、これで、これでいけるはず。よし、まあ大丈夫かな。どうなってんの、あ、ちょっとこれと似てるかも。え、何何
当たったのか今の。あのパラダンス、パラダンスとこのヒールダンスがちょっと被るな。ドレインではまあないんですけど、あ、デスドミノ打っちゃった。まずいまずい、まずい、また自爆とか当たったらやばいぞ。よしさああとはシャーキンだけいけるかな。もうまだ2敗のやつは、カプラも負けて、あ、次のシャーキンか。いや、もし次負けたらまた再戦か。なるほど、じゃあいきましょう、優勝を決める戦い。さあこいつには打っていくかな。大車輪、大車輪回避は199、当たるんじゃないかな。毒斬り、これ消費圧15なんだ、低いな。賢さ技打たせたい。アイビーム、マクダ、うん、ここら辺打たないか。62あるぞ。よし来た、一発、あー一発ではないのか。祭りかな最後に、大車輪祭り、はたき、はたき強い、はたきはたき祭りになってる。はたき祭りやめて、ボディブローガッツダウンがないのはありがたい。よし、なんか最後に活躍したな。最後の最後で当たりまくりましたね。いや、よかったよかった。まあちょっとアーキュノスはね負けてしまったんですけど、どうだろうな、あんまりいい感じではなかったなぶっちゃけ 70-80% ぐらいあればいいんですけど、ないからな。はい、とさあなんとか優勝ですね。いや、こいつも強くなってきてる。まあ一応3歳迎えてるしな。で6-1と、まあ A は賞金も高いですね。まあこれはセーブしないんで。はい、ということで今回は A ランク戦ってみました。まあいっぱいはしてしまったんですけど、そこそこの戦いはできたかな。まあ一応400のね能力も4つあるんで、で今回覚えた新技大車輪、これね命中攻めて D 欲しかったな。これ打つんだったらね、こっちの方が全然コスパはいいのかなと、はい、今回は思いましたね。これに結構足を引っ張られた気がする。はいもちろんねこれ自体を見れたことは良かったんですけど、まあデュラハンのやっぱり大車輪とは若干違っていて、デュラハンの場合は空中から、はい、攻撃仕掛ける感じでしたけど、こっちの方は下の方からね、地上の方から転がっていくっていう感じで、まあ結構コロペンドラらしいというか、このおぼろ車に合ってますよね。合ってることは合ってるけど、まああんまり使いたくはないかなっていうはい、感じの技でした。そしてね、今後の育成としてはまたバナナやって、バナナ育成してですね、はい、こいつはまた能力高めていきたいと思いますんで、今後のねこいつらの成長をお楽しみにしてください。それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全て役に繋がっておりますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。